さて、ここまで来たら深い話もできるってもんだね。シェイン先輩、あまりお兄の話を公共の場で話すのはやめてくださいよ。ヒヤヒヤしました。公共の場で平然と VR ゴーグルつけてる人が言うセリフじゃないね。どうせとっさに境界支配使って私たちの声を外部に漏らさないように遮断したんでしょ。一応確認してからファルドラの名を出したつもりだよ。私は、最も情報について繊細なフィロンだからね。その前にも私を普通に呼びましたよね。聞かれてたらどうするのですか？自分の名を隠したいのはわかるけども、実際問題ずっと隠せる問題でもないし、この問題はずっと続く。一時的に隠しても仕方ないでしょうに。それより本題よ。こんなホテルの一室にまで来たんだから有意義な話ができると思ってるんだけど。ああ、ここは私の借りてる部屋ね。WCDT の間はずっとここに泊まってたの。我が家だと思ってくつろいでて。でも正直、私はあなたが知らないっていうのが不自然なんだよね。白鵬もどこか君たちが隠してる情報があるみたいな言い回ししてる節があるし、そっちの隠し事をある程度教えてくれたら推理もしやすいと思うんだけどね。隠し事、それは大川おばさん、ステラの虚構迷宮に入ってそれから行方不明になっている。話題にもならないあたり誰とも会ってないんだと思うけど。実はパトもそうなんだけど、もう一人、私たちの仲間が虚構迷宮に入ったの。かなりギリギリでね。でもその仲間も行方不明になってる。ちなみになんだけどさ、パトが生きている根拠はあるの？ある、こちらの仲間で行方不明になっているのはパト、メリア、ステラの3人。メリアは虚構迷宮が壊れた後にパトの気配を察知してどこかに向かったきり消息が絶たれたの。そして前日、パトの従属であるミエル、専属医師の子なんだけど、彼女がパトの手によって別の場所に召喚された。つまりパトは生きている。だけど私たちですら感知できないようなところにいる。仲間のソフィアちゃんが言うには地球外にいるなんて意見もあるわね。なら、ファルドラやそのステラが生きていると思う根拠は、白鵬さんの証言だけど、最後、ファルドラはパトたちと共闘してたらしいの。悪視圏打開を使ったラビウス相手に虚構迷宮内にいたパト、メリア、ことか、一般人、ロイド、白鵬、そしてファルドラ、7名が共闘していた状況だったらしいわ。その後、パト、ファルドラの2人が残ってラビウスを説得したいからと言って残った。残りの5人は先に虚構迷宮から抜け出し、そこから行方不明者の消息がわからないって話なのよ。なるほど、パト、ファルドラ、ラビウス、ステラの4名、もしくは説得失敗でラビウス除く3名が虚構迷宮から抜け出した。根拠はメリアさんの行動ってわけね。正直ファルドラの行動が理解できてないからな。暴動を起こしたのは間違いなくファルドラだしね。ラビウスも確かに面倒くさいことしてたけど、結果的にラビウスだけが悪者でファルドラが許される構図って何？フィロンの前で言うのもあれだけど、パトもファルドラに騙されて共闘したふりをしてチャンスを見てパトを襲い、ファルドラはラビウスを保護し逃走、パトとステラは抜け出す術を失い、虚構迷宮と共にって線は。ならメリアちゃんがパトの気配を感じたのは。あ、そっか、なんかしっくりこないよね。なんでファルドラだけ許されたんだろうね。それは多分、もともとお兄とラビウスが、協力関係ではなかったからだと思う。もともと私とお兄は東京で起きてた悪神教による事件を追っていたの。それで私も大会前に東京に来てて調査してたんだけど。ああ、予選の時に私たちが遭遇したやつか。あれも確かファルドラの案件だったね。ということはあの襲撃者の黒幕がラビウスだったってこと。なるほど。じゃあもともとファルドラとラビウスは目的が違う。だけど何かがきっかけで互いに協力することになった。その差でファルドラは許されたってことかしら。なるほど。もし襲撃がラビウス、虚構迷宮がファルドラとするなら、犠牲者を直接出したのはラビウス、環境を整えたのがファルドラ。なるほどね、あいつらしい。どういうこと？目的はわからないけど、ファルドラはあくまでラビウスの手を貸しただけで、自分は誰も殺していない、悪いのはラビウスだけだ、という構図を作ってたんだよ。ファルドラのことだ、そこに加え自分自身の目的も加えれば悪ではない、という構図が作れ、自分だけ助かる立場を作れるかもしれない。現に白鵬の証言でファルドラはラビウス討伐に共闘してたんでしょ。詳細も話さず、いやこの流れだとパトには話したのかな。パトと残ったってことは。だとすればラビウスは、倒され、3人が抜け出した。ステラが入った割には全く仕事してないのが気になるけどそうなるだろうね。パトがファルドラをかくまっている可能性がかなり高いのは分かった。メリアさんがパトのところに向かって行方不明なら同時に関与している可能性がある。もちろんステラって人もね、その人も行方不明なわけだし。ただそれにも疑問が生まれる。なぜせっかちゃんたちを置いていったのか、隠れてるのか、犯罪に関与してるから、それにしては頭が悪い。隠れたらファルドラを生かし、かくまっていると伝えているようなものだからね。もし私がファルドラをかくまうなら私は表に戻ってファルドラは死んだと公表し、密かに支援する。その方が管理できるし協力もできる。わざわざパトやメリア、そのステラまで隠れる意味がない。だから一旦パトとファルドラは外そう。ステラって子が行方不明になる理由は思いつく。思いつくも何も放火さんにとっては自分の部下が黒幕だったって話よ。
る気がちじゃないのはわかるわ。でもその後の行動までは。悪神教への復讐。なるほど、それ、ありえるね。ラディウスが悪の道に落ちた話にはもしかすると悪神教が関与していた。実際ラディウスは君主の悪神教だったしね。だからその復讐をするためにステラはそのままにを隠したと。ファルドラももし、ラディウスが暴走しないために仲間になったふりをしていた。だけど結局救えなくて悪神教に復讐をしようと考えた。その意見がステラと重なり、二人は協力関係となった。いやそれならパトも関与してそうだね。少なくとも相手がそれだけ大きな相手ならなおさら。ラディウス、第三部隊の本拠地はイギリス。確かラディウスの故郷もイギリス。そしてイギリスには、悪神教イギリス大聖堂がある。穏健派とはいえ、大司教が確定で存在するあの場所。まさか、防衛軍でも絶対に触れてはいけない、刺激してはいけないと言われているあの場所に向かったんじゃないでしょうね。大司教が変わってから穏健派として危険度が下がって防衛軍側も問題を起こさない以上は関わるなと言われている。でももしその穏健派を怒らせるようなことをしたら、最悪組一つが滅びる可能性がある。今第三部隊は隊長、副隊長ともに不在、主力戦力が存在しない、全部隊の中で最も被害が大きいと言っても過言ではないのに。悪神教イギリス大聖堂。って何？文字通りだよ。悪神教が根城とする拠点の一つ、色欲大司教が存在する大聖堂だよ。悪魔信仰のくせに聖堂とはよく言ったものだと思うけどね。でもなんでイギリスの大聖堂だと思ったの？簡単だよ。ラディウスは正義感の強い男だったから、とてもあれが嘘だとは思えないね。根っからの真面目君だったからさ、アラン隊長と同じ。というかラディウス、アラン、ジョルジュの世代は全員揃って真面目君ばっかりなんだよね。なるほど、ラディウスは正義、つまり穏健派と呼ばれるイギリス大聖堂で悪神教になったけど利用されて東京で事件を起こした、その復讐でってこと。正解かどうかは別にしても今のところ信憑性が高い仮説ではあるね。もしそのステラの目的とファルドラの目的が復讐でそこにパトが戦力という意味合いで協力しているのであれば、メリアちゃんもその案に乗って気配を隠した。でもそんな方法は、待て、なんで私は今まで考えつかなかった？放火おばさんは今ステラとしてあの黄色のローブを着ている。あれは人物の認識をうやむやにする効果を持つ。つまりパトやメリアちゃんが使った場合、私たちがパトやメリアちゃんを認知することができないじゃない。隠れる手段はあった？全然できる。別に不可能なんかじゃない。こんなにも近くで見てきた可能性を私たちはずっと考えもつかなかったのか？思い当たる節？あるね。身を隠す方法がそっちにはあるんだね。でも言えない。企業秘密ってところ。でも別に全部話す必要はないよ。誰にだって話したくないことはある。そこまでさらけ出さないと仲間じゃないなんて言わないよ。私はただお兄が何のためにこんなことをしたのかを知りたい。事件を起こすギリギリまで私はお兄といたのに全く知らなかった。蚊帳の外だった。お兄がただの悪なら私がお兄を罰する。だけど誰かがお兄を陥れたなら絶対に許さない。私が精査してやる。そのためなら使えるものは使う。シェイン先輩も引き結果も。私に足りないものがあるなら全部揃えてお兄の前に立ってお兄の嘘を私の推理で叩きつけてやる。これは兄弟喧嘩だ。私を勝手に戦力外と決めつけたお兄を私は許さない。そのズレにズレた思考を私が修正させてやる。行こうよ、イギリスに。今やれることは根拠の裏付けでしょ。仮説を真実にするためにはまずその仮説が真実かどうかを確かめようよ。どれだけ強くても、どれだけ賢くても現場に行かないと結果は生まれない。机上の空論で結果を出した気になってても現実はいつまでも進まないし埋まらない。行こうよ、戦闘、情報、実績、この3つがあればきっと真実を手繰り寄せれるよ。もう守られる戦力外じゃない。お兄の足を救う実力者だって証明してやる。理論、ニートロフ、全世界に張り巡らせた情報網で全員見つけ出すんだから、ブイ。どうしよう、イギリスって言っとけば遠いから諦めると思ったら思いのほかやる気出しちゃったよ。結構こじつけたんだけど、妙に二人が納得しちゃったのがまずったな。でも本当にイギリス大聖堂が完成してたらマジヤバいしな。無視できないよな。移動費、経費だよね。自腹じゃないよね。イギリスって何日滞在、お金いくらかかるんだろう。考えたくないんだが。でも今さら断れないしな。やっべ、さっきまでの自分が無理だわ。適当に合図値打っとけばよかった。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？
気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。